どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレ、今日からこのベトナムで作ってる新しいウクレレを使いながら、いろいろな曲に挑戦してみます。はい、今回はですね、ガズレレ初登場のアーティスト、フジファブリックの若者のすべて、こちらの曲を、ガズレレ流で簡単バージョンでやってみます。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした初心者版簡単バージョン。後半はかっこいいバージョンです。あの空虚感、独特のこうなんかね、空虚感がこう出るように渋くかっこよくやってみました。最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、いつも聴いてる曲をですね、カラオケで歌ったりするのもいいんですけれども、やっぱりこう楽器と一緒に弾く弾き語り、これ本当にね、最高なんで体験してもらいたいです。今音楽やってる方ってやっぱ弾き語りの楽しさ分かってるんでずっとやるんですけれども、楽器が苦手だとか音楽は私は無理というふうに、そんな方にこそやってほしいんですけどね、そんな時にいるんです。これウクレレさんが助けてくれます。これはですね、簡単なんですよ。簡単だけど奥もものすごく深いんで、ずっとこう人生使える、ね、付き合えるパートナーになってくれます。ぜひこれを機に皆さん始めましょう。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけで、どん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 音楽できるようになります。はい。もうちょっとしたらここにリンクを貼るんですけど、そのリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、すぐに弾けるようになります。これびっくりですからね。じゃあリンクありますよ。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこにはですね、もう超わかりやすいウクレレ簡単レッスン動画が700曲ぐらいあります。あらゆるジャンルです。最新 J-POP から今日のようなロックバンドもいっぱいありますよ。夏メロから演歌から洋楽もたっぷりある。ハワイアンソングもあります。アニメソングとか映画もありとあらゆる曲をウクレレで簡単レッスンにしてますので、ぜひご覧になってください。さっきのリンク先の下の方に行くといろいろ検索できるようになってます。探せたりとか。ぜひ始めましょう。音楽聞くのもいいけど、やるのもっと最高です。はい。そんなわけですね。じゃあ、早速やってみましょう。若者のすべて、フジファブリック。まずはシンプル簡単バージョン、やってみます。
ジファブリックの若者のすべてガズレレ流簡単シンプルバージョンでやってみました。今のはもちろんショートカットバージョンです。2番やりたい方どんどん書き足していってください。その時の参考になるように私のノートを見ていただこうと思うんですけれども、はい、今これイントロからですね。でここにちょっと書いてあります。これ後で解説します。これ後半かっこいいバージョンでやる情報が結構入っておりますんで、ですね、例えばこの下の段に書いてあるとやつは後半のかっこいいバージョンでやりますからね。今のやったら上の段です。それをご認識いただいて、動画のテロップ内と、確かめながらちょっと一緒に書いていってください。はい。じゃあ一時停止でどうぞ。こっち A メロ、B メロですね。はい。ちょっとね、ちょっと細かい、細かくなっちゃったかな。はい。はい。で、こんな感じ。はい、いいですね。ここがまあ、サビになってますね、この辺がね。で、構成としてはですね、こんな感じなんですよ。前奏やって、ずーっと A メロやって、B メロやって、サビに来ました。その後、このブリッジパートをやってですね、ブリッジパート終わったら、またサビの1行目やって、この2行目のところで歌詞がごちゃごちゃしてるでしょ。ここ、まあ、2番の歌詞ってこれ、細かくなっちゃったんですけどね、ちょっとテロップとこう、参考にして、ご理解ください。で、ここやったら、エンディングのサビの後半をやって、イントロに戻ってから終わったということになりますという、そういう構成になっています。はい。で、コード、出てくるコードをちょっと確認しておきましょう。C と Am、F、Dm、D7、G7、E7。この7個のコードで今のシンプル簡単バージョンはやりました。この7個のコードは、はい、もう毎度お馴染みなんですけど、こちらです。ガズレレ必須コード、必須って書いてある。必ずこれは覚えてもらいたいなというコードでございます。しかもこれ、ウクレレで音楽を始める人にとってすごく有効なコードという、8個のコードのグループのことをガズレレ必須コードと名付けております。コードというのは星の数ほどあるんですけど、このウクレレ。これ今回新しくリリースするウクレレですけど、このウクレレで音楽を、見ようと思った時に、8個のコード、ウクレレにとってものすごく便利なコードがあるんですよ。他の楽器にはちょっと当てはまるかどうかちょっと微妙ですけど、ウクレレにとっては最高。この8個のコードだけ覚えとけば、ほぼ、いろんな骨格を成してるコードなんです。8個ですよ。で、しかもこれ入門コードなんで押さえるのは楽なんです。なんだけど8個もあるからちょっと混乱するんで、それを整理した、わかりやすいコードを覚える動画を、この私が以前撮ってるんです。ここにリンク貼っておきます。ここのリンク先でこの8個のコードを覚えておいてください。今日はこの中の7個のコードですから結構ね、有効に使えると思います。はい。で、今のはシンプル簡単バージョンで全部4つ弾きで弾いて歌ったというふうになっております。で、こっから、とうとう、後半のかっこいいバージョン、とうとうっていうのもおかしいですけどね、かっこいいバージョン解説に入っていきます。さあ、出てくるコード。ほぼ一緒なんですけど、一箇所ね、切ないコード登場させます。B メロのこの夕方のところの、ここに書いてある。F、大文字の M7 ですね、ここに書いてある。F メジャー7。大文字の M はメジャーってことにしています。ここ、押さえるのは5フレット、3弦の4、3弦と4弦の5フレットでございます。これちょっと解説しましょう。F メジャー7。押さえる場所は、こことここですね。これ5フレットだ。5、7、10とここにポジションマークがついてますね。こうやって押さえます。1弦と2弦は押さえない。押さえる場所、こことここだけですよ。こことここね。こことここ。どうですか、この切ない。夕方、5時の間。こんな感じで。この泣きの F メジャー7でいきたいと思います。ここ1個コード違います。あとはコード進行は全部一緒。で、やっぱりね、リズムが問題になると思うんですけど、リズムはですね、このね、疾走してないんだけど疾走ビートっていうイメージなんですよ。これね、ちょっとじゃあ、C を弾いて、そのリズム感を最初出したいと思います。こんな感じです。これ、ルンルンビートとか疾走ビートとか私の中では言うリズムなんですけど、それを基本にした結構淡々とした、こう、刹那的な曲には向くかなと思いますね、こう。アクセントだけ。このリズム前半の A メロ、B メロでやります。はい、で、後半のサビではですね、8ビートのチャですね。8ビートのチャ。これはこんな感じですね。この二つのリズムを骨格に進めていきたいと思います。まあ、で一応表現としては疾走ビートと8ビートのチャということになると思うんですけれども、ここにリズムの、弾き方のリンクを貼っておきます。このリンク先はガズレレのホームページでウクレレでできるリズムのいろいろとホームページの1枚なんですけど、その中からまずは8ビートのチャ
という動画と、疾走ビートっていうのをちょっと見ていただきたいと思います。疾走ビート、あるいはルンルンビートかな。これね、ルンルンビートも疾走ビートもちょっと感じは違うんですけど、理屈は一緒です。どん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 アクセントだけでこう表現する。はい。これでちょっとリズムの感覚をつかんでください。で、これね、今ちょっと見せたんですけど、見てください。イントロから A メロはですね、1弦の3フレットをずっと押さえたまんまです。これが結構キーポイントで、ちょっとイントロだけやってみると、今これ F の時も C のところ押さえたまんまです。ここ1弦の3フレットね。常に1弦の3フレットを押さえたままやろうということです。これでこの、こうなんか、トゥーンとこう、なんていうのかな、シーケンサーが入ってるっていうか、そういうイメージ。こう大陸的な感じを表現できると思います。なので A メロも真夏のピークが去った、なんか雰囲気が変わりますよね。ずっとこの音が鳴りっぱなしなんです。これやってみましょう。 OK ね。はい。で、あとで、ね、ここが面白いところ、あ、 C7 サスポっていうコードも出てきたなと今気づいたんですけど、ここのところにですね、C サスポっていうのが登場します。ここは本当ちょっとメロディーが入るんですけど、ちょっとこれ入れるだけでだいぶ世界観がいいんで、スタンプじゃないですけど、C サスポ。C と C サスポで繋いでいこうと思います。まあ、これとこれなんですけど、ちょっとよくわかるかな。ちょっと、じゃあ一応 C サスポやっとこうか。C を押さえたまんま、ここを足す。2弦の1フレット、ここ。はい。そこのこのフレーズちょっとやってみようかな。運命なんて便利なものでぼやりさせて、こんな感じ。でん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 で、ここ押す。C サスポってのはここ押すだけだから。でん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 。最後のって流れていきます。ここはちょっと決めというかね、一個コードでちょっと流れを表現しましたということです。で、あとね、今日一番面白いのここですね。一回、サビが終わってブリッジのパート行くじゃないですか。スリムいたままの後の最後のところでここ見てください。決めで2弦01010100って書いてあります。これがね、いいんですよ。ちょっとやってみましょう。ここね。スリムいたまま僕は歩き出して、この後2弦の2弦ってここですからね。2弦ってここの01010100、これだけ最後のってもうサビに流れていきます。これ決めね。2弦の01010100単音です。どの指でもいいです。私は人差し指でやろうと思います。サビになだれ込んでいく。ここの2弦の01010100、はい、ここをちょっとものにしていきましょうね。ノリがちょっとね、変わらないように、リズムの中でこのフレーズを弾くっていうのがポイントになると思います。で、最後のサビ、繰り返しが終わったラストのサビなんです。最後のね、ここの、同じ空を見上げているようなところ、ここ見てください。203連っていうリズム。これ203連っていうやつ。ちょっとここだけやってみましょうか。いいですか？いきますよ。最後のね、最後の、最後の花火が終わった。結構簡単にできると思う。これを203連というリズムと言います。これ、最後に、ポッと出てくるんで、やってみてください。あとはですね、やっぱ全体的な、切な的な、なんかちょっと物悲しいような空虚感、この辺が匂いがね、漂ってくるような感じが出るといいと思うんですけど、そんなことを踏まえながら、フジファブリックの若者のすべて、ガズレレ流かっこいいバージョンをやってみます。させて
ンはガンガン。はい、フジファブリック若者のすべてガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。こういう曲はこう元気いっぱいって感じじゃなくて、ちょっとこうね、脱力してるようなあの独特の世界観がやっぱり、ね、いいと思うんですよね。なんとなくこうやっぱり空虚感とか脱力感、刹那的な感じ、なんかね、その辺がこう独特な感じ、なんかさ、イメージを持ってると近づくと思いますんで、はい、よろしくお願いします。こうやって楽しい音楽をそういういろんな観点でね、奏でてみるのいいと思いますよ。はい、音楽は楽しいですね。皆さん楽しい方はどんどん周りの人に教えてあげてくださいね。ありがとうございます。今回は初登場フジファブリックの曲をお届けしてまいりました。はい、ドンガズレレホームページご覧になってください。ホームページを見ていただくといろんな情報が盛りだくさん、山盛りでございます。はい、イベント情報をご紹介しておきましょう。はい、ドン、6月の16日沖縄那覇、6月30日長野県長野市です。7月は奈良に行きますよ。はい、沖縄の那覇ではまあ前日6月15日に純駆動さんで那覇のね、トークショーサイン会をやり、16日はおバイバイやろう、イベントやろうってなってますから、ぜひ皆さんお越しください。千人ガズレ、毎年やって今年で3回目になるんですけど、今年も代々木公園のアースガーデンというイベント内でガズレレタイム、千人ガズレレやります。皆さんに手を挙げておいてください。まだ詳細は未定なんですけど、一応日にちだけ公開になりました。よろしくお願いします。このような最新情報はね、ホームページ、さっきも言ったリンク、ここに貼っておきます。ホームページのリンク、ここで確認してください。で、そこにはね、ブログ書いてるからね、ガズさんいいことばっかり言ってるんで、もう本当に皆さんぜひ読んでいただきたいです。読んで弾いて楽しくやろう。よろしくお願いします。ガズレレでした。さよなら。